で、うん、何が追加で注文される場合、8時がラストオーダーとなっておりますので、こちらの方よろしくお願いします。セルフサービスのものございます。ご飯、お水、コップですね。これをですね、出ていただいて奥の方に行っていただきます。ちょっと待って、これがタンでしょ。タンです。それからこれが、これがサガリ。サガリ。で、これがツラミね。ツラミ。はい、わかりました。ツラミ、ツラミネタリです。おー、厚切りだね、タンね。おお、本当だしょ、すごい、ですか、これは素晴らしいタンですよ。はい、ですか。あとはね、自己責任で自分で好きな状態で裏返して食べるじゃないともったいないですからね。これ一回一回、一枚一枚ね、神経勝負だから、この辺とかね。そう、あのぼーっとしてる場合だね。強めだね、これね、強めだけど、うん、これはレモンか。じゃあ行ってみましょうかね。こっちがこっちがヒレ肉ですね。うん、でこっちがハラミ。なるほどね。逆さでもわかんないね、誰もね。可愛いから許す。これが炙りロース、炙りロース、うん、そうですね。そしたら黒いお皿、あの今私食べてたら、そちらの方に乗せていただいて、おろしポン酢巻いてお召し上がりください。あ、黒いお皿におろしポン酢、ミノで一生かもかと思った。こちらがステーキですね。こっちがステーキ、はい、ニンニク塩ついてるんで、はい、でこれタン下ですね。タンの下の部分とネギですね。タン下焼き上がったら、ちょっと混ぜながら、これお肉は入ってる、お肉下に入ってる。焼き上がったらこの上に向けて食べてください、うん。そしてこちらが、ホルモンね。これは最後の最後ね。これ最後ですね、うん、はい。最近はヒルネさん、こんな追加ネギとかないんですか。あ、後で持ってきますよ。火曜日なんの、火曜日食べましょうよ。食べよう食べよう、みんな、みんな食べる火曜日。正直言うとさ、好きな人嫌いもう遠慮会釈なく混ぜてね。逆にヒルネさんを全く見ない人見ると。